はいどうもラメリです。検証やっていきます。垂直跳びつかめウィスピーウッズということで、今回の動画は後半になっております。前回ね、この動画を出させていただいたんですけれども、崖つかまりからジャンプしてカービィがギリギリ届くという距離をね、どのファイターがクリアできるのかっていうのをね、全ファイターで検証してきました。ところがね、僕のプレイスキルが至らないばかりに、本当はクリアできたのにクリアできない扱いにされちゃったキャラもいたんですね。なので今回皆さんからもらったコメントやツイッターの DM を見直して再び挑戦していきたいと思います。いや、リンクですね。毎回言われてるんですけど、爆弾をね、爆発するまで待ったらいけるんちゃうのと。はい、爆弾を出してから30秒後まで待っていきたいと思います。30秒後までは崖の上で待ちましょうか。そろそろかな。ドーンってやって2回ジャーンプ、はい来たー、おっしゃー、3回ぐらいやったわ。はいはい、ヨッシーですね。ヨッシーはジャンプして、あー、これですね。これでいけるっていうことをコメントでいただいたんですけど、あ、ダメだ。卵投げのタイミングが結構シビア。浮いてる時にやんないといけないんですね。ジャンプしてる途中に卵投げ。はい。はい、来た、俺らー。空中ジャンプして浮いてる途中に卵投げをね、やるっていうのはポイントらしいですね。よし、いけました。はい、フォックス。フォックスは普通にいけるらしいです。だって俺が行き方が悪かったかな。1、2、いけんのかこれまして。フォックス池田報告来てますからね。これ行きたいんだよな。タンタン、はぁー、来たー、おぉー、リズムで行ったわはい、でアイスクライマーは2人生存ルートがありますよっていうことで、もう一回やっていきたいと思います。まずは普通に上がるんですけど、ジャンプして上 B でやって、あー、ちょっと倒しちゃった倒しちゃったあの7を救うルートがあるらしいんですよ。で、これは普通にジャンプして上 B で離してやり直そう。7、最初からやり直そう。はい、来たかー、生存ルートおー、リア充が2人ともたどり着きやがってよ。シークも下火を使えばなんかいけるっていうことを聞いたんで、ちょっと下火使っていきましょうか。ジャンプ下火、ちょ無理じゃね。だって下火からこれジャンプできなくないか。あ、いけそう。ジャンプ下火、バババババーボン、来ないか。あ、来た、普通にいけたじゃねえかあれ普通にいけたじゃん。ゲーム&ウォッチさんはジャンプして、またですね、俺これ反り立つ壁でもやっちゃったんですけど、ジャンプしてこれですね、これをやると届きますよっていう。あ、逆や。ワン、ツー、はい、んー、パー、オーケー、来たー、ギリ届いた、めっちゃギリだったな今。はい、ワリオはですね、おならが溜まるまで待っていきます。で、これね、やっと気づいたんですけど、フラッグがあるじゃないですか。このフラッグ使って、HP 銃でやればいいんだって。俺、毎回リザルト画面出して、毎回1からやってたんでね。横 B でもいけるらしいんですよ。これでいけるらしいんですよね。ジャンプ、上 B、来た。はい、これは届くね。これは届きますね。はい。よしよしよし。手は、届く。おなら使わないでいけた、結構シビアだな。はい、クッパジュニアですね。クッパジュニアはジャンプして横 B して、ちょっと待って、危ねえ。ジャンプジャンプ横 B、 ジャンプジャンプ、あー、いけそういけそう。あ、分かった分かった。ジャンプジャンプ横 B、 ジャンプ上 B で届くんだ。オッケー、届いた。ちょっと待って、変な死に方しないで。あー追いかけて殺せなかったダックハントですね。ダックハントは1、2のうおーってやってスッて、あー遅かった。タイミングはね、使ったことないんでやっぱシビアっすね。あ、来た、おらー、おらー、勝ったお。ちなみにこういうなんか CP
レベル9って、まあ、前回もねなんかマグマ王っていうステージ試したんですけど、これギリギリでしかいけないキャラってこれギリギリ届いてくるんですかね。あ、そういう気配なさそうですね。これが普通にいけるキャラとかあったら来んのかな。クッパジュニアはギリギリだったから来ないけど、カービィとかこれ基準に、カービィ基準に作ってるんで、カービィだったら来んのかな。ほら、じゃあレベル9ですよ。ちゃんとレベル9いきますよ。あ、俺が下になっちゃったか。まあいいや、これあのカービィがねいけるようになってるんで全然関係ないんですけど、例えばじゃあ降りてきたな、何も知らず、いや降りてこねえ。さあまず降りてきてもらって、でこの状態で俺が上行く。1、2、3、4、5、6。あ、痛い、ごめん。この状態で俺が上行く。1、2、3、4、5、6。で、バン、オッケー、いった、よしよしよし、いいよ。さあ来い、レベル9、俺のとこまで上がってこいよ。カービィが基準になってんだぜ。なあ、あ、来る気配ねえや。来る気配ねえ、全然ダメだあいつ、もうノータリンだよ。さあ、じゃあちょっと楽勝キャラだったら来るのかっていうのをね、ちょっとやっていきましょう。全員 CPU のレベル9なんですけども、ちょっと一回俺死のうか。一回俺死んで、あの鼻の先にいるんで、この、ね、レベル9たちが誰がね一番最初にこれ来るのかちょっと見ていきましょう。さあ、静江、あ、静江、あ、静江1番乗り。さあ、ブラックピット2番乗り。おーおーおーおお、来ますね、やっぱり来ますね、強いキャラたちは来ますね。はいはいはい、縦復帰が強いキャラはさすがだ、さすが。これ一生来るじゃんこれ上から。さあ、ブラックピットと静江しか来ねえぞ。いや、他もね全然強いはずなんですけどね。他のやつは何してる。ファルコとかめちゃめちゃジャンプ高いから。え、嘘でしょ、2匹だけ。ブラックピットめっちゃ来るね。あ、そんな結果ですか。あ、なるほどなるほど、これ意外な結果だな。はい、というわけでですね、あの今回のステージはですね、こちらの、ステージを参考にさせていただいたんですよ。うおー、ちょっと待って、こちらのステージですね、ヒロヤンさんという、ね、方が、ね、作ってくれたステージなんですけども、こっちの USP 打つもね、なかなかたどり着けないんですよ。ちょっと待って、 CP が邪魔です。鼻の上行きたいんですけど、なかなかたどり着けない。1、2、3、4、よいしょ。まあ、デデデなら余裕ですけども、カービィで来るって言ったらまあまあな操作精度が必要なんですよね。おい、あ、俺に戦うとどうなるか分かってんのかカービィ、あっていうね。まあ正直、あの縦の長さはね、まあ、別にどんなステージでも良かったんですけど、この鼻をねどうにか活かせないかなということでですね、あのステージが生まれました。レベル9じゃ来れないね。ゴルドが無限に当たっていくというですね。ゴルド投げ出すなおさら届かねえなこっちな。えい、あ、うお、あぶねえ、ヒヤッとした、今来そうだった。以後なんかこういう検証やってほしいよとかがありましたらですね、僕もぜひね試していきたいなというふうに思ってるんで、いろいろコメントとかツイッターとかの DM とかにね教えていただければなと思います。おー、ここにいるだけで勝てんじゃねえかこれ。まずい、すげえ、お、あそこ乗るのかと思ったら乗らねえ。行って、あー、ずっと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 、おっしゃー、見てろてめえなんかな、ゴルドの、あ、ゴールドに頼らなくたって、うん、俺がな成敗してやる。あー、危ない危ない、あ、危ない、もうあっという間に 80%、 あっという間に 80%、 やばい、ウィスピューツの花って、わー、偉大なところだった、わー、いったーりゃー。ちょっと待って、これ負けるぞ。こんな時は、こんな時はここに逃げて、そう、ここに逃げて、あいつをあいつをぶっ倒していく。あいつ、ほらよ、ん、あー来そうだったね、あー来そうだった、残念だった残念だった。僕のゴールドをかわしながらやっぱりね行くってことは難しいですね。いや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 、ここで君を 140% 貯めてやるよ。 140% まで君を、あー来ちゃった、あぶね、いいね。おお、来るな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 、ピンクの悪魔、
はっはー、140%、よし、ここで君をぶちのめす。うわあ、まずい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 ぞまずいぞ、こんなはずではあんな2匹用の戦法したのにここで負けるとか、やだやだやだ、来たー、おらー来た、おらー、はいはいはい、お疲れ様でした。じゃあな、最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます。絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。